レディス横浜タイヤゴルフトーナメント2日目13日、トサカントリークラブ、高知県6228ヤードパー72、日本女子、プロゴルフツアーの2021年、第2戦。明治安田生命、レディース、横浜タイヤ、賞金総額8000万円。優勝賞金1440万円は13日。高知県港南市のトサシー6228ヤード。 バパー72で、第2ラウンドを行った。首位に3打差の10位からスタートした、渋野ひな子、22イコールサントリーは、ノーバービー。4ボギーの76とスコアを落とし、通算2オーバーの38位に順位を下げた。海からの強い風は、ショットだけでなく、パッティングにも影響を及ぼすほど。14バンパー3、163ヤード。 16バンパー、4、315ヤードでいずれも1.5メートルのパーパットを外すと、上がりの17バンパー3、146ヤード、18バンパー、4、370ヤードでは共に3メートルのバーディーパットがカップ手前で左に切れた。首位に1打差の3位からスタートした、稲見萌音、21コールト蓄電機が7バーディー、ボギーの十六で回り、 通算10アンダーで単独首位。長井花、23イコール伝送が3打差の2位で。ひか美子二27イコール東洋タイヤと、森田春二27イコール東洋タイヤが6アンダーで3位につけた。首位スタートの、ミレニアム世代、安田博香、20イコール NEC は、通算3アンダーで8位。渋野ひな子。持ち味のパターと笑顔にかげり、根性で。 チャンスにつけたのに一昨年の前衛 AIG 女子オープンの壁ドンウィニングパッドが話題となり渋野日な子の代名詞として定着した強気のパッドしかし今週はまだ存分に持ち味を発揮できていない最初から耐える気持ちでなかなかバーディーチャンスが来ないなと思っていたと覚悟して臨んだ第2ラウンド 前日に続いて、ショットの距離感に苦戦したことに加え、強風のために序盤から耐える展開が続いた。スタートの1番パー4、2番パー3、3番パー5と続けて、パーオンに失敗し、10ヤード前後のアプローチを寄せて、パーセーブ。前半5ホールはすごい、耐えていたとパーを重ねていったが、 6バンパー4で138ヤードからのセカンドショットをショート。再び10ヤードのアプローチを1。5メートルに寄せたが、これを外してボギーが先に出た。後半に入って14番では12メートルから3、パッとしてボギー。16番では1。5メートルを外してボギーと、ここまででノーバーディ4ボギー特選した。 一個だけはバービー取りたいと望んだ上がり2ホールだったが、その思いは叶わなかった。特に風が強まる上がり3ホール。17番パー3で3メートルに、つけるも入らず。最終18番パー4も2打目を3メートルにつけたが、わずかに逸れて、膝を折る。根性でちゃんとつけたのに、決めきれなかったのがすごい、悔しかったと消化不良。 この日は同伴競技者との会話も少なく、苦しい1日となった。初日はバーディパットをショートしてチャンスを逃す場面があり、この日はショートパットがなかなか決まらず、2オーバー38位タイで進んだ。最終日へは、パッティングを課題に挙げた。まだ明日があるので、バーディを取れるように頑張りたいと、残る1日を笑顔で終えたい。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。